理由を説明すると、ミレーユまで行きました。でミレーユにワンタンで殺されましたと。ギガデインヨナズンでとどめの二軸弱のマダンテで俺のパーティー全員死にましたと。どうしようってなってちょっと育成も時間かかるのあれやから言うてコスパのいい6丁を2体作って、でこの6丁のうち1体はヘルコンドルにしたいということでそのネジ巻き鳥を作って、もう1体なんかおったんだっけ、まあ今なんかあと1体はなんかだから最終的に俺が目指してんのが6丁ヘルコンドル、あとボックスに眠ってる竜王を他の物質系と合わせてバルザック作ろうかと思ってて、うん、その3体で最終的に行こうかなと思ってる。うん、あ、ちょっとタイトル変え、ごめん、タイトル変えなあかんな、すまんすまんすまん、皆さんごめんなさいね。ごめんな、みんなごめんな、ちょっと待ってタイトル変えるわ。ツイッターでもつぶやとくか。いやだから自分が何を譲るかじゃない、 譲れるとこ譲れないとこじゃない。だから結局そんな会社辞めたいっていう理由に、だから俺は今の会社に関してははっきり言ってその残業さえなければ俺全然もう働けられるね、定時でしっかり帰れるっていう保証があるなら全然働けます。そこがもう会社させれされれば全然俺は働き続けたいなと思うし、いや残業代は出るよ。でも俺が残業したくない理由としてもう何回も言ってるけど会社定時で上がりたいんですよ。その定時後の時間が俺にとってはもう残業代以上の価値のあるものやと思ってるから、じゃあ定時で帰れるように俺は仕事してるつもりやねん。言われること全部だから定時内でバッと終わらすし、その中4時とかで終わんねん俺はっきり言うけども、4時とかで今だってラーラーラーって最後メールバッと出してな、よっしゃもうじゃもうあとは帰るだけだってなった時に、もうここちょっと悪いけどこれ実はこういう風になっててみたいな感じで後から来てね、ちょっと今日2時間ぐらい残ってくれるかなみたいな、もうそんなばっかりふざけんなよほんまに。プロマネがあるねん全部。今の PM がちょっと無能っていうか、まあ無能じゃん、無能とは言わんけど、これ別に俺だけじゃなくてもみんな言ってるから、それになんで付き合わなあかんってなるし。いやてかもうはっきり言うけど残業以外に俺会社に対して不満があればね、もうすでに辞めてるよ、ブチ切れて帰ってるよ。なんで帰らブチ切れないかって言ったら、まだその会社にいたいって思いがあるから、その残業理不尽な残業させられるっていう点以外は不満じゃないから、俺はいい人も多いし。だから辞めれるっていうか辞めるよね、別に手続きせんでも会社に行かなければいいだけやし。もうすまん、もう全力でもう、ああこっち行き止まりかい。残業では出ないの、残業したら。でもそれがなんか残業だ、あれじゃない、給料の中にそんな含まれてるんじゃないの。営業職とか普通残業で出ないやろ。まあ、お前
前だから本当にごめんな、本当に俺こんなん別に言うためにやってるんちゃうのにな、すまんな、すまんの、本音が口に出せへんねん、うちは二次元の女の子、決められたセリフ通りにしかあなたと会話できへんねん。あ、ごめん、ちょっと待って、今のツイート間違いや、テリーワン実況やった。ステータスこんな感じ、ちょっとね HP が高いってだけで、あとは平凡なんだよな。キングレオとかも攻撃力400近くあったから、それ考えると圧倒的に火力不足、俺のパーティーは今どう考えても。ロック超強いけどね、なんか能力の OB がね、やっぱ20後半になってきてるとちょっと落ちてきてんな。から来たが、なんで通知来なかったんだろう。あーごめんな、多分あれはチャンネル、どうなる。いや公務員とかつまらなさそう。そんなことないんかな、やっぱ公務員は公務員でやりがいあるのかな。でも公務員って副業ができないんでしょ。慣れない、楽しみにしてきたのお前のテンションせいで悩むだろ、毎回口ばっか、もうすいません本当にごめん本当に。何何、うんこちゃんが残業するやつはゴミとか、気持ちはわかるけど口に出す意味がわかる、なるほどな。まあうんこちゃんはビジネスマンとしてできてるからな。なんだかんだ言って、ね、うんこちゃん言うこと全部正論やからね。いや俺そのニートやってた時にね、いろいろ助言っていうか忠告というか、いつだったかな、なんかこの4月ぐらいにね、今年の4月ぐらいにね、会った時の話やけど、うんこちゃんにその今後どう生きていくべきなのかみたいな話ちょろっとだけしてんけどさ、もうやっぱなんやろうな、まあ、ごもっともつうかね、そういう言葉いただいてね、やっぱこの人仕事人としてはできてる人なんだなっていうのは感じだよな。でもだからこそ俺はやはり俺のね、俺は俺としてやっぱこの何だろうな、もっと自分らしく生きたいというか、自分らしく生きたいというかさ、だから配信でだけはちょっと俺は本音をやっぱ喋る、配信でだけ俺は本音で喋るもん、常に。もうそれが俺って、もう今の俺っていう人間やから。これが
あの最終形じゃない、俺あくまで途中やし、俺って人間もまだ未熟やし未完成やし、じゃやからこそやっぱ何やろ、そのね、今の自分っていうのをね見ていただいてね、で数年後にあもうもうこんなに変わったなんて言われるような、やっぱ言われるようなやっぱ人間になっていたよね。なんかちょっと今は精神的にちょっと余裕がないので、本当にすいませんが、ちょっとお目に見てください。お目に見てくれ、俺のことを。延長？え、もうそんな時間？あー、ごめん、じゃあちょっと60分だけ延長しとこう。1時間撮ってたんで、あと施設1時間半ぐらい。27ちゃうわ、だからの。なんか言わせよ、ボケ。ちょっと一回、ちょっと、キメラの翼で戻りたいねんけどな。俺としたことは持ってくの忘れた。確かに、愚痴面白く言う練習、確かそれやな。愚痴はやっぱり、あの笑いに変えるっていうかね、うん、でちょっと挑戦してみましょうか今日は、うん、で愚痴るけど笑いに変えよう。あのさ、おやのさ、おい今日10倍の残業したんだぞね、残業あれだぞお前、あの残業お前なんか壁ドンだった今、やめよう。あデュラン死んだ。いやでも愚痴を面白くさ、あの何やろ言うのはねちょっと無理やわ。社畜アピとかって俺そんな寒いししてないんじゃ、ほんまに俺は心底不愉快な思いをしてるっていうのをみんなに伝えたいが、そのなんかその愚痴をなんか笑い話にしちゃうとか、ちょっとある意味なんていうか、そのなんか忙しい自分かっこいいみたいな寄ってるように思われるのも嫌やし、俺別に自分に寄ってないし、俺今の自分すっごい恥ずかしい人間やと思ってるからこそ、あのどうしても愚痴が出ちゃうっていうかね。ちょっと音でかいんか、ちょっと音下げよう。あと10、あと2枚もいらんわ。でもこういう状で配合もないしな。くそー、どうすんねんこれマジで。いや今日見るよ、多分行かないと思う。ごめんやけど、あごめん、キメラの翼さん、もうまた買い忘れた。GBA の画面見てると打つんやろ、なんでなんで、まあ気持ちはわからんでもないけどね、懐かしいというかもう切ないというかさ、そういう感じやろ、わかるよその気持ち。もうゴミ売ろう全部。ああゴミ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 、はいゴミ、もうゴミゴミな。俺でもそんな、なんか若さゆえの、なんか、なんで俺、なんか転職活動中にね、なんか最終面接でね、言われたことがすごい印象に残ってるわ。俺その会社結局受かって、でも、
なんかすごいなんか激務っぽいってなとか知ったから断ってんけど、なんて言われたかだよ、なんか若さ特有、なんか若者特有の、なんかなんて言われた、若者特有の、先走りじゃないです。なんていうの、あ、てかごめん、あれ、魔法道ないかも。魔法道ないんじゃん、俺。今ほとんどないんじゃないん、ちょっと待って、嘘。あったわ、危ない。いや、焦燥感とかっていうのじゃなくて、若さゆえの、ほんとだから、まあ、なんか若気のいたりを感じるんだよね、みたいな。その一次面接の時から思ってたけど、なんか君なんかそうやる気があるし、なんか独特なんだけど、なんか 若気の至りみたいなのが感じていてみたいな。要は君はなんかその野心とかがあって、いずれは独立したいとか、そういう思考の持ち主なんじゃないかなっていう風に思うんだよねって聞かれて、これ多分そこではいそうですと答えたら落ちると思ったんですよ。だってそんな いずれだって会社を出ていくっていうのが、そういうビジョンがあるやつを入れたくないじゃないですか、やっぱり。会社、企業は、まあ逆にそういうふうに言えば受ける会社もあるけど、その会社って結構その硬い会社っていうか、やっぱ入ってもらったからには長くいてほしいみたいな、会社やったんですけど、そこでやっぱこれは面接は嘘つくとか、まあ受からなきゃ、とりあえず内定が欲しかったから、まあ、いや、そんなことないですと。やっぱり自分は、まあ、そういう、まあ、そういうところも半分あるけど、やっぱりでも、やっぱ企業にね、組織に溶け込んで、親を安心させてね、しっかり、ね、安定した将来を手に入れたいです、みたいに答えて、それで泣いてたと思うんですけど。だから多分あの人はすごい言う、俺の面接、最後面接した人、あの人さはもう結構人を見抜く力強いなと思う。あ、じゃあその会社は俺は断ってんね。貢献心がないといけない。じゃあ上滑り感、そう思い出した。若さ特有の上滑り感を感じるって言われたんや、面接で俺。上滑り感って何、ちなみに。空回りしてる感じってこと？表面にとらわれて本質を見抜けないこと、なるほどな。まあ当たってんねんけど。そうだ、だから野心だけ高くて、まあノウハウは知識もないし、ノウハウもないっていう、まあ。まあ俺のことやな。ちょっとごめん、なんかもうそういう、もうやめよう、そういう暗い話やめようや、もう。キヨ死んだよ。レベル13ぐらいで死んだ。デュランに挑む前に。デュラン対デュランやりたかったな。でもね、死んだんだよ。奴はもういない。そう、俺が殺したんだ。俺が岩石がさ、でもミレーユのモンスターに効かねえもんな。優秀な技やけど。
おう。ああ。ヘルコンドルに緑鳥類弱いのか。ダメかな。デュランと侵入でデスピサロ作れる作れる。全然わからない。もうてかもう配合しちゃうか。レッツ配合タイムかな。いやテリアはもう今日明日で終わる予定。ネジ巻き鳥はあの配合させます。ドレトルトル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 ルルトルル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 あう。あ、ドラマナス顔。特技からのドラマナ、はい、誰も覚えてない。あ、覚えてたわ。トラウマじゃないわ。トラマナを使って、テリワン終わったらドラクエ5。いや、ちょっと、ちょっとじっくり決めたい。で俺ね、一番候補が、そう、せっかく Wii U あるから、ゼロ、コラゲのゼロを買って、あれやろうかなと思ってんねんけど。どうかな？クエス3で僧侶と魔法使いどっちを賢者にすべきですかっていう質問があるけど、でもパーティーによるとしか思えない。残りの2人によるとしか回答できないな。ただでもまああくまでそういう前提条件なしで言うなら、まあ僧侶の方かな。僧侶の方を賢者にするかな俺やったら。理由はまあ火力を上げたいからっていう意味で、まあてかそんな好みやな感じで。これいらん。いやドラクエが長いんだよ。何？明日派遣バイトに行く底辺に一言ください。単発のやつ俺5回ぐらい現場に行ったことあんねん。まあだからニート期間中にね5、6回ぐらい現場行ったけど、まあ誰とも関わらずに淡々とやってればすぐ終わる。
いや、でもいい勉強になるで、派遣バイト。俺何やったかな、なんか。とある携帯いうかまあ、とある電子機器の検品作業とかやってたんですけど、まあ、勉強になるな。最終的にああいう職に行き着く人が、まあ、どういう人なのかとか、なるほど、まあ、結構いろいろすごいから、まあ、時給はいいし、あと、なんかひたすら段ボールに商品詰めるライン作業もやったな。12時間ぐらい立ちっぱなしで、もちろん休憩はあるけど。いや、あれはほんといい勉強だったな。そこのセレクトが効かないんですわ。なんかそのね、ライン作業やってた時にね、一緒にやってたなんか男の人が泡吹いて途中30分が休んでたわ。で最後なんかそこの工場のおばちゃんに、お前舐めとんちゃうぞみたいな、最後なんか怒鳴られて、ね、終わったすいませんでしたって言うてんね。いや、見てられなかったなあれ。あ、やばい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 。はあ。いや、マジやば吹いてた。もうなんかこれチラッと見たらもう目が死んで。で、しかもミスがめっちゃ目立つようになってきて、段ボールの中に、例えば10個詰めなあかんのに9個しか詰まってなかったよとかさ、向きが反対やったよとかって全部その人が、結構ミスしとってんけど、あ、じゃあ霜降りあるやんな。うわー微妙。工場とパートのおばちゃんが統治してる。まあせやな、パートのおばちゃんってスペック高いからな。頭の回転早いよな、あの人たち。なんかよくわからんけど。これは前職でパートのおばちゃんが吐血して倒れてる。どんな仕事やねん。工場長的な人はいたかな。いや、俺、夜間、夜の8時から朝の8時とかってやってたんですけど、朝の8時、だから本当俺が帰る、俺が仕事終わる間際になんか工場長っぽい人が来て、いきなりなんか社員の人に怒鳴ってたな。お前これどうなっとんねんみたいな。ああ、みたいな。あ、ごめん、トラマナ使わないと。短期で、涼宮春日のプリント T 着てるやつに、ガチギレされた。なんかもう顔なんかもう顔カオスやもん。なんでコメントすればいいかわからん。